はい、こんにちは。英語講師の岡崎です。今日はアウトについてお話ししていきます。この3分間でアウトのイメージと熟語を納得して覚えられるようにするので、ぜひ最後までご覧ください。まずアウトの意味はと聞かれると外をイメージしますよね。ただアウトを外だけで覚えているとプットアート、消すやフィギュアアート、理解するといった意味が覚えにくくなってしまうんですね。もちろんアウトには外という意味があります。ただ外から派生するイメージも抑えることで圧倒的に効率よく熟語を覚えることができます。ではそのイメージを掴んでいきましょう。アウトのイメージをつかむためにまず2つの視点を持ってみましょう。まず部屋をイメージしてください。あなたはその部屋の中にいます。で、一緒にいた人がそこからアウト、つまり出ていく。そうすると自分から見てその人は部屋の中から消えることになりますね。ここから生まれるのが消滅のイメージです。プットアウトのアウトもこの消滅なので消すという意味を作れるんですね。他にもダイアウト、絶滅するもこの世界から消えてしまうイメージ、ランアウト、不足するもエネルギーやお金などが消えてしまうイメージです。さあでは2つ目のイメージに行ってみましょう。さっきは部屋の中からの視点でしたが、次は外から見てみましょう。外から見ていると人が出てくることになりますね。ここから生まれるのが出現のイメージです。はっきり出現で覚えておきましょう。フィギュアアートを理解するは頭の中に答えがはっきり現れるイメージ。カムアート、出版されるも世の中に新しい本が出現するイメージですね。で、もちろん例外はありますが、これからこのイメージに当てはまる表現に出会った時はこんな感じで効率よく覚えていきましょう。さあお気づきでしょうか。動画の最初から画面の下にうちの猫がいたんですが、ここまで動画を見たら画面の外に消えていきましたね。こちら消えるまでというところから最後まで完全にというイメージが生まれます。こう考えるとワークアウトは最後まで取り組むなので解決する、ホールドアウトは最後まで持つなので持ちこたえるという感じで納得して覚えることができますね。 Thank you for hearing me out。 最後まで僕の話を聞いていただきありがとうございました。